こんにちはプロ社畜とサイコバスの部屋にようこそここはプロ社畜とサイコバスのお二人が皆様からお寄せいただいた仕事や人間関係など様々なお悩みについて語る部屋ですこんにちはのざのざですこんにちは上水ゆうきですこんにちはアシスタントのまさです本日もよろしくお願いしますお願いしますよろしくお願いしますということで今回は雑談会ですはいはい はい。<laughs> 皆さん大好きな雑談会です。雑談会です。誰が好きなの <laughs> 誰が好きなの <laughs> 皆さんって誰だよ。<laughs> <laughs> 雑談<か>。一応テーマなんですけど。はいはい。何にしましょうか。今年の夏どうだったかっていう。<laughs> マジ雑談だね。はい。どうでした<ー>ちなみに今収録してるのが8月18日で。 今も、ま、夏ど真ん中って感じですけど、うん、これからある予定でもいいですしそれまでに何かあったとかあればなんですがどうですか今年の夏私が普段の夏と違うのはクーラーをつけっぱなしにしましたっていう今年暑いですよね暑,<い>暑かったのともう電気代とかかかってもいいやって振り切りましたね <laughs> おお、うん、そうなんですか快適さを重視して、うん、これから届く電気代に戦々恐々としてはいますが、うん、もうお構いなくクーラー入れっぱなしにしました、うん、いやそれぐらい暑いよ今年は暑かったいや暑いですもんなんか寝苦しいであの朝起きた時の「うん、寝足りない」って感じがもう 辛かったんでうんもう睡眠の質を上げるために夜もずっとつけっぱなしにしましたああ違いますうんと思います寝汗とかもそんなかかないですしああいいね快適な感じはしますえ寝るときにエアコンつけるってどういう設定になるんですか僕あんま寝ながらツッツッつけたことあんまなくてああこれもね4人目のセンター現象が起きるんですよ、うん、ちょっと寒いなとかなるでしょ ちょっと低めに設定して、薄い布団一枚かけるみたいな感じがいいと思います。うん、なんか睡眠学者によると、うん、暑ければ無意識で取るし、うんうん、寒ければ自分、あの、かけるんであの、ちょっと低めに設定して調節できるような薄めの布団をかけとくといい、うんうん、なるほど。高いとどうしようもできない。 で、布団もかけてないとどうしようもできないんだけど、ちょっと低めにして、薄いのかけとけば、うん、もう無意識で調節するから、それがいいよって言ってました。確かに、それは良さそう。僕、寝るとき、絶対かけとかないと寝れないんですけど。暑くてどんだけ暑かろうが寒かろうが、基本的に、なんか、掛け布団みたいなないときついです、ねうんうん。あ、布団ね。なるほど。結構厚めですか 重みが欲しいんです重みが欲しいんだと思います多分覆われてる感覚というかああ<ー>重みでしょうねなるほどね僕それだったら枕も布団もなくてもいけますよ強い<ー> <laughs> 床だけちょっとさすがに柔らかくないとフローリングの上で寝るとかきついけど、うん、布団も別に枕もないならないでいいかなぐらいの感覚かもしれない本当ですか不健康なのはあれないとやっぱり あった方が健康にはいいんで分かんないですけど、その睡眠学者が言ってたのは、うんうん、睡眠の質は二の次で、とりあえず量,量が大事って言ってたんで、うん、とりあえず量を確保してからこだわるぐらいでいいらしいです。なるほど。まず量は足りてないから<ー>、そこからだな。量って睡眠の時間ってことですよね。寝る時間、うん、あそうです、うん、そうです、そうです。そうで、ん、えー、え、でもあれじゃないですか。それ言い出すと。 快適さがななないいいとと寝れないとかじゃないんですかあそれは大事かもしれないねつけないとかはね量を阻害するもんね、うん、言い方ですねそういう意味では量を取るための最低限の質みたいなのはいるんでしょうねなるほどじゃあ野沢野田さんはどっちかと振り切ったという電気代を電気代を振り切った振り切っ <laughs> 電気代を振り切った <laughs> 振り切った夏ですね ああ、はい、いいですね。皆さんはどうですかまさくんは振り切ったんじゃないですかはい。この夏。僕そうですね、振り切ったらめちゃくちゃ体が重くなりました。何らかのメーターが振り切りました。何らかのメーターが振り切りましたね。なんで今、体が重たいです <laughs> <laughs>、うん。ズーム越しで分かる重たさだもんね、はい。ズーム越しでも分かるような重たさになりました。 うん、どうしたん今人生マックス体重ですねうん、ねえなんか顔パンパンだもんねパンパンです <laughs> おいっ子にアンパンチされたからもしれないです結構感染すんの感染しました <laughs> アンパンチ多分五50回ぐらい食らったのでこのお盆にへえ<ー>アンパンチ食らうと太るんですか <laughs> アンパンパチ50発ぐらい食べたの <laughs> <laughs> バイキンマン太らんやん全然 <laughs> いや僕バイキンマンの手なんですかねわかんないですけど分かんないけどにされまくってるからさ,ンパンチはされすぎてパンパンになりました体が <laughs> 腫れてるんだそれはそ叩きがえのありそうな感じですもんね叩きがえありますね自分でもポンってしますもんたまにちなみに僕今 ずっと考えてたんですよ今年の夏どうだったかってうん、うん、あの僕靴の,、うん、あの選び方を変えました今年の夏いいね何何もうデザイン性よりも機能性を重視することになりました、うん、おお、うん、何から何までふかふかとかあ,あはい簡単に言うと今までずっと内気を入ってたんですよ、うん なんか靴がずっと重いなとか痛いなーと思っててからえっと何ですかね友人に勧められた「ホカっていうとこがあってほう「ほか」ホカ「H-O-K-A」o K A、っていう,うん、うん、これがもうめちゃくちゃ履き心地もよくてう柔らかーいですもうメインシューズがそれになったの今これになりましたメインシューズこれにしましたホカって書いてるねフランス めっちゃなんかクッション性高そうな感じですね超クッション性があってフランスのランニングシューズブランドなんだねみたいですね走ってんすかいや走ってはないですちなみにほんこ,これまた話ちょっと戻るんですけどはい、はい、体が重すぎて、うん、あの結構なんていうんですかね本当にきつくなると人ってなんか「ははは,はとかじゃなくて なんか、フィーってなる、なる <laughs> フィーってさ、夜間が湧いたみたいな音がするでしょフィーみたいな。そう。<laughs> 本当にこういう、なんか、音するんだなっていうのを知りました。きつ <laughs> すぎると。ああ、あのー、なんか漫画とかでよく、はい、なんかちょっと撮ってる感じのキャラの、効果音というか呼吸音で書いてあるような。はい、そ,うそうです、そうです、そうです。あれ本当に出るんです。 本当に出て僕びっくりししまた呼吸が細くなるっていうんですかね。うんうんうん。って言もうどういう原理なんだろうもう詰まってるんじゃない圧迫されてるんじゃないですか気道が。かもしれないですね。ぐらいですかね。今年の夏。ええ、結構なあれですね。結構な夏ですよ、それ。体重計の針が振り切った夏。ですね。 海水さんん何振り切ったんですか僕はね、この夏ね、悩みに振り切りましたね。ずっと悩んでた。<laughs> <laughs> なんかあれですね、そうなんですよ。現象のラジオでも <laughs> 言ってましたね。<laughs> 人生どうしようかなと思って悩んで。なんか珍しく悩んでるそうそう、珍しいんですよ。あんま寝だすぎても数年に一回、人生どうしようかなって悩むみたいな感じで、そういう時期だったんで、この夏はね、だいぶ僕、夏好きなんですよ、すごく。はい だから、いろいろ、夏はね、いろんなことしようって思うんだけど、今年は本当何もしなかったですね。うん、思い出という思い出がない。ひたすら落ち込んでた。<laughs> そうなんですか <laughs>、うん、落ち込んでたね。すいません、笑っちゃって。いや、笑ってください。うん、全然笑っていただきたいんですけど、はい、落ち込んでて。だいぶ、でもいいですよ。もう、方向性が。 自分の中では見えてきたんで。見えてきたんですか<ー>う,んうんうん。すごい。早、はいはい。すごいの。大丈夫。大丈夫です。もう元気です。ねえ,え、落ち込んだらど、なんか歩いたりするんですかずっと,っとじっとしてるんですかえっとね、本当は落ち込んだらずっと散歩しておきたいんですけど、暑いじゃないですか、この夏。それがまた、このね、うん、相性が悪かったですね。歩きたいのに、歩いてもしんどいみたいな。 歩いてるとね、すごい開放感とかあるし、ちょっとね、うんうん、頭も働くしって、すごくいいんですけど、それがね、封じられてる感じが、余計悩みをね、うん、難しくした感じがあったかもしれない。その悩みはどこかで解禁されるんですかいや、分かんないす、るかどうか。結構、あの、重たいん、ね、で。<laughs> 重たいな。落ち込むぐらいですか <laughs> <laughs> 結構重たいんでね。あの、表で言うか分かんないぐらいのレベルのやつですね。あ、そんなレベルなんですね。はい。まあでももう大丈夫ですよ。元気ですよ。もう。よかったよかった。うん、よかったよかった。だから僕も靴、はい、履き替えようかな。いやー、いいですおすすめですよ。おすすめ多分散歩とかでもめちゃくちゃいいと思います。<laughs> でも、サムウェイと絶対合わんそうだもんね。見た感じ。<laughs> いや、もうデザイン性よりもやっぱ機能性なの。<laughs> そうだね <laughs> <laughs> 確かに間違いないですこの靴履いてたら、うん、新しいコーディネート提案していこうかな結構なんていうんですかねこの靴ちょっと言うと今までそのエアーマックスとかってこう柔らかいとか空気があるみたいな,、はい、なんか履き心地みたいなのあるじゃないですか僕人生で初めてあ履き心地いいって思いましたそんなうんすごいね、はい 靴にクッション性があるっていうのはこういうことかと思いました。へー。へー。あ、すごい。レビューとか見てると100、100%の回答者がこれをお勧めしたいと言っています。うん、ほんと、それはすごいね。マサさん、他からいくらもらってるんですか 2>, ?2 万円ぐらいです。 靴買えるか買えんかは、この番組は、ほかさんからの提供でお送りしているかもしれない。ほかさんにちょっと営業してよ、まさかの営業力で。ちょっとスポンサーやってくれませんかって。スポンサーついてよって。ううんん 他の栄養とか楽しそうです、ねうん番組で紹介したいっつってはいソリューション全部他をはけっていう回答するんでいやでもつな <laughs> がると思いますつなげれそうですね、うん、大体のものは散歩で解決しますよねえねえ健康になるし頭も抑さえるから、うん、精神も健康面も散歩さえすればある程度解決するから、うん、うんうん 全部のソリューションを散歩に持っていって、ランニングか散歩に持っていって、ちょうどいい靴があるんですよってやれば、うん、無理なく、他さんの靴を勧められますよ。ですね。もしかしたら、ありえるかもしれないですよ。他さんから、スポンサードさせてくださいって。<laughs> させてくださいは多分なさそうだからね。<laughs> <laughs> でもあれです。本田さんから来ましたから。 <laughs> ああ確かにね。来ましたね、<laughs> 確かにうんも。もっと来なさそうなのが来ました。そうですね、<laughs> あるかもですね、ぜひあの、シャチコバスはね、スポンサー企業さん元、もっとね、募集してますんで、そんたくないソリューション出しますけども、あ,のあんまりスポンサーに思われるような回答は、<laughs> そこまでしませんけども。そうですね、個人からのスポンサーでもいいので。 <laughs> 確かにね個人,に限 <laughs> 個人からず <laughs>。個人からのスポンサードも <laughs> えスポンサードしてくれたらさ <laughs> どうするの番組の中で,、はい、なんで「この番組は何々さんの提供でお送りしてます」とかどっかで言うのそれともどっかに書くだけそれはプランによって変わりますねああなるほどねプランどうしますいやもうそこはもうあれですよあのスポンサー希望の方は一回マサんとのこうね、はい、あの商談していただいてマサさんがその辺、ね、して <laughs>、はい。 お互いに、ね、す、ね、釣り合わせるっていう感じで、ここはもう、うちのね、セールスマンの、マサさんがね、<laughs> 対応していたということで、いいんじゃないですか審査ゆるゆるなので。<laughs> ね、ぜひ皆さんが、お便りお待ちしてます。<laughs> お便りなんだ <laughs>。お便り。お便りで、りりでスポンサーしたいって、<laughs> お便りしたいです。マ <laughs> サ <laughs> さんと飲みたいです。 スモサードししててくれたら伸びましょうっていう感じあいいじゃないですか今年の夏ねいいですね靴を変えたとクーラーつけて靴変えて悩んだといいんじゃないですか <laughs> 全然夏っぽい話題なかったです、ね、そうね <laughs> <laughs> そうだな確かに夏ワード全く出てきませんでしたね <laughs> 海とか花火とか <laughs> 花火とか見見にまました、うん、見ましたた花火ね、僕、あれですよ、花火大会とかやってないけど、先行、はい、花火大会やりますよ。やりますはい、先行花火大会。え先行花火オンリーの花火大会開催しますんで。んでへぇ、え、いつやるんですか、それをえっと、多分ね、これ配信されてる時終わってると思うんですど8月31日。うん、あ夏の終わりにね、先行、ね、花火で。はいはい。はい しっぽりとやっていこうかなと思ってます、はい、どののくらいの時間やるんですか。えっとね、あの人数が誰も来なかったら結構長い時間一人でずっと線香花火やることになるのでやばくなるし、<laughs> <laughs> 人数多いとあっという間に終わっちゃうかもしれないんで、どれぐらい来るかも分かんないんで、物量が分かんないってやつ。どれぐらい用意するんですか、線香花火。どのぐらい用意したらいいと思います わかんない一本一本やるんだったらどれくらいですかね 1> 1<本>30秒ぐらいですか、うん、30秒から1らい,い 1> 長くて1分ぐらい、うん、長くて1分大体平均30秒とかじゃない 1>, 1人60本で1時間そっかじゃ結構な本数あっていいね1人 60,、えー、60本か1時間で、ね、ずっとつけ続けたらね5人来たとして300本ねえ でもさ、六 <laughs> あ,あ消えたあ,あ消えた<ー>あ,あ消えたってずっとつけ続けるかな。<laughs> なるほど。約四十四秒と書いてますね。<laughs> 平均。あやっぱ三十秒か,ら1から。ら一分。あじゃあうんうんうんでも一分ぐらいで間を計算入れてもちょうどいい,ぐらい,じゃいうん,うんちょっと本数考えようそういう一分でって考えたらるほどいいな。うん、大量の線香花火を買う上水さんの図いいです。<laughs> で誰も来なかった時の絶望感ねこれ全部やろうかみたいなさ <laughs> 来なかった時に大量に余った線香花火の写真とかねえねね話しすぎますいやもう動画回してずっと一人で線香花火やり続けてるの撮りますやん <laughs> <ー>ライブ配信してください <laughs> 確かに <laughs> 線香花火もしかしたらバズるかもしれないですよあの何ですど焚き火の音みたいな形であ、ね、線香花火の音みたいな いいかもね。asmr うん、うん、可能性を見てきた一人でも頑張る気がしてきた。ありがとうございます。悩みがなくなりました。<laughs> これで悩みがなくなったんですか。うん、解決線香花火とともにね。もう悩みもこれで悩んでたんですけど。いやいやいや <laughs> これはこれで悩んでたけど、そんな中ね。<laughs> 夏を潰すほどではなかったですね。じゃあ,ある意味まとめると、皆さんそれぞれいい夏だったって感じですね。 うん、<laughs> <laughs> え、だって快適に過ごせることになり、僕も靴を履き替えて履き心地が良くなり、上美さんは悩みに振り切って悩みが解決される。あ、そうですね。確かに確かに。むちゃくちゃいい。される方向に向かってるんで。はい。はい、いいですね。ですね。って感じで、であ、ぜひ皆さんも今年の夏、どうだったかっていうのを、シャチカパスをハッシュタグつけて回答してもらえたら嬉しいですね。そうですね。 いいけど、何のつながりもないですよね。<laughs> 夏の思い出をツイートする。<laughs> ハッシュタグとしてはい、何のつながりもない。<laughs> ハッシュタグ、夏の思い出で投稿してください。<laughs> 気づかない。<laughs> そうですね。あと、スポンサードしてくれる方もいい、いもしいたら、お願いします。ぜひ、お願いします。ぜひ。 この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。仕事、恋愛、家族のお悩みなど何でも大歓迎です。また番組でのエピソードに対してソリューションをご提案していただけると嬉しいです。 それぞれの専用フォームからご投稿をお願いします。Spotify や X で番組をフォローしていただけると更新通知が届くのでこちらもぜひお願いします。番組の感想はハッシュタグシャチコバスでポストしてください。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。